私のことなら気にしないで。アーナス様が守ってくれてるだけで心強いもの。黒の書なんて初めからなかったんじゃないのか。どうもあいつはうさんくさいぜ。ま、世間知らずの学者先生だ。そのうち尻尾を見せるだろうさ。部屋には何重にも鍵をかけていたんですが、プロの泥棒と同宿じゃ仕方ありません。こんなことならユリーディスさんの金庫をお借りすればよかった。過ぎたことは致し方ありません。アーナスさん、あいつにはたかる方向で行きましょう。どうしたジョーちゃん、そんな悩んだ表情なんかして。いや、いつも買い物してるけど商品が変わり映えしないなと思って。ここは小さな島だからな。周りが海だとどうしても入荷できるものが限られちまうんだよな。毎回同じところから入荷しなくてもいいんじゃない？例えばもっと遠くの国からとかさ。遠くの国か。それじゃあ、あいつに頼んでみるか。あいつ？知り合いの交易商人さ。世界中を旅しているやつで、たまに土産を頼んだりするんだ。結構面白い品を持ってくるんだぜ。交易商人か。それじゃあ、お願いできるかな。ただし、あいつは変わり者だからな。どんなものかは保証できねえぞ。大丈夫だよね。さあ、商人をどこかに派遣するんだな。これでいいんだな。これでいいんだな。じゃあな、ジョージ。歌う狼、うごめく森、雲の花嫁、国鳥発生区をにぎわす噂の数々。そのアーナスさん、私と勝負してみませんか？なんだよ、めんどくさいな、やぶから棒に。めんどくさいな、もう。めんどくさい2回言わないでくださいよ。幻の邪妖の半年勝負です。アーナスさんが勝てば、私は二度とあなたには付きまといま。乗った。なぜ即答？まあいいでしょう。私が勝ったら助手になってもらいます。いい、構わないよ。あれ、おかしいな、故障かな。どうしたの猫ちゃん、今日はやけにご機嫌じゃない？来てくれたのね、アーナス。リュリーティス。こいつはいつもの黒猫だな。何甘えてるんだか。夜の君の血を集めてきてくれたのね。でもごめんなさい、私は魔剣の担当じゃないの。ちょっと待って、君リュリーティス？ここは妖魔世界と地上界の狭間、夢の世界。私はリュリーティスの見ている夢、夢の中のあの子の姿よ。
君がリュリーティスの夢？そっか、それで雰囲気が違うんだね。そんなに違うかしら。落ち着いててお姉さんっぽいし、なんだかいつもより綺麗だ。で、あれ？夢の中では嘘がつけないって言うけれど、アーナスったら素直すぎるわ。現実のリュリーティスも綺麗だよ。どうしよう、怒らせちゃったかな。心配しないで、夢は目覚めるときに忘れてしまうの。それに、なんだ、花たちが散り始めてる。夢が覚めかかってるんだわ。残念だな、もっと君とおしゃべりしたかったのに。あのね、アーナス、夢って目覚めたら忘れてしまうの。だから私たち誰からも自由なのよ。現実の私たちからも。つまりね、現実では話せないこともここでなら話せるのよ。あまり時間はないけれど、あなたの質問に一つだけ答えてあげる。夜について知りたい。君は教皇庁から夜の君について詳しく聞いているはずだ。その話を聞かせて。やっぱり夜の君のことが気になるのね。妖魔は自然の力の化身で、その怒りは竜巻や地震や津波に、その喜びは大地や海の恵みになる。夜の君は君主の中でも最も強いと言われている妖魔で、遠い昔、その夜の君がなぜか世界を明けない夜で包もうとしたの。覚める夢は死にも等しいわ。それで夜の君がもたらす死の眠りから世界を守るために、初代聖女が初めての封印を施したの。でも夜の化身である夜の君を完全に止めることなんてできなかった。だから聖女の意志を継いだ教皇庁が、封印がほころびるたび新たな聖女を選んで、繰り返し夜を封じてきたの。これが私の理解している話よ。いや、肝心なことが抜けてる。肝心なこと？ああ、もう終わりみたいね。あなたの声がよく。待って、君にはまだ聞かなきゃならないことがある。君は夜の君をどうやって封じるか知ってるの？夜の君を封じた代々の聖女がその後どんな目に遭ったのかを。指輪を。指輪って、君がくれた指輪のこと？あの指輪がどうしたの？リュリーティス！指輪、指輪って言ってた。あの指輪ならいつも持ち歩いているけど。いつの間に。親愛なるシスターへ、教皇庁からたった一つの事実をお前に確認させるようにとの伝言だ。新聖女は全て承知している。全て承知し、聖女となる覚悟をした。だそうだ。混ざり者としてさすらってきたお前に生きる意味を与えたのは教皇庁だ。その恩に応えてみせろ。くれぐれもグランマを裏切るなよ。お前の唯一の味方であるリュリーティスが全ては承知しているって、どういうことだよ。
だか変な夢見てたみたい。アーナス、お帰りなさい。君はこんなところにいちゃいけない。この島を出るんだ。アーナス、私はもうあなたが知るルリーティスじゃないの。もうあの頃の私じゃないの。明日も青き祭壇を探しに蛇妖狩りに向かうのでしょ。少し眠った方がいいわ。ルリーティス、君は知っていたんだね。世界を守るため聖女が犠牲になるって。君は全て知って引き受けたんだ。全てを知って覚悟して、そして私に黙って見てろって。いいえ、これ以上隠していてはあの子の心は離れてしまったことでしょう。真実を知らせるには良いタイミングでした。愛する者を差し出すために守る、夜の君を探し求めるこの旅は、あの子と聖女の別れの旅でもあるのです。私は適切な段階を踏んであの子を育てているつもりですよ。これまあ妹思いだこと。なんだお前か、夢の中からついてきたのか。私にはわからないよ。犠牲になるってわかってて、どうしてルリーティスは。何する、なんだよもう。どいつもこいつも勝手なんだから。どうしたの、アーナス様。アーナス様？そうか、勝手していいんだよな、私だって。何か言った？別に。だったら私も勝手にこのふざけた運命と戦わせてもらう。おはよう、ルリーティス。おはよう、アーナス。ふう、ずいぶんおしゃれしてるんだね。出かけるなら送ろうか。気にしないで、友達と行くから。行ってきます。行ってらっしゃい。ルリーティス、君ってば何もないところでどうしてそう見事に転べるのさ。君運動神経ゼロっていうかマイナスなんだから
自分を疑って少し慎重に歩きなよ。ごめん、言い過ぎたかな。ううん、おかしくって。だってアナスったら私のことを私よりも分かってるみたいなんだもの。そりゃルームメイト時代いろいろあったもの。おかげでまあ退屈しなかったけど。ねえアーナス、私たちが親友になったのは偶然だったと思う？え？あなたが教皇庁から私を守れと言われたように、私も何か言われてたとしたら。それは冗談よ。行ってきます。友達か。おはようございます、お嬢様。よう、おはよう、嬢ちゃん。おはようございます、アーナスさん。うるさい。リュリーティスがいないとこんなにむさ苦しくなるんだな、ここ。ええ、一気にダメンズ度が上がりましたからね。こいつと一緒にしないでもらいたい。この世に自分とよく似た人物は3人いると言いますが。魂の双子だ。やめてくれよ、ジョージャー。こんな怪しい先生と一緒にされちゃマジで立ち直れなくなる。怪しさであんたの右に出る者はいませんよ。私の黒の書どこにやったんですよ。しつこいな。俺じゃねえよ。それよりジョーちゃん、聞きたいことがあるんだが。あの金庫、リュリーティス城のだよな。あーた、聖女の持ち物に手をつけようってんですか。呆れた。最低です。違う。防犯上の問題が気になって目にした金庫はこの手で開けなきゃ気が済まねえんだよ。そういうの泥棒って言うんです。不法侵入者。いいから出てってください。アホ、本当にやる気なら黙ってやっちまうわ。俺が気になってるのはあの金庫が普通じゃないってことだ。かなりヤバい術がかかってる。手を出したもんは無事や済まねえぞ。場合によっては命も危ない。そんな風には見えなかったけど。だからこうして忠告してるんだ。もし金庫の中身に疑いを持ったとしても手出しするなよってな。疑い？考えたことはないか。黒の書が消えた時、このホテルの中で一番安全な隠し場所はどこかって。あなた、リュリーティスが黒の書を取ったっていうの？そんなことあるわけない。じゃあ俺と先生がホテルに来た日のことはどう説明する？なんで俺たちが教皇庁の電話に勝手に出られたんだ？邪魔者を消すためじゃなかったのか？まさかあれわざとですか？うーわー、これだから女子って怖いんですよね。うわ、女子の罠にはまっちゃうなんて。何喜んでるのよ。童貞くんだ、多めに見てやれ。くさそ。リュリーティスが黒の書を盗む理由なんかない。あんたたちを消す理由もね。
そうですよ。夜の君の封じ方が分からなくなって得をするのは妖魔たちじゃないんですか。まあ彼女が妖魔のスパイだなんてことなら話は別ですけど。え、嘘。え、そうなんですか。妖魔に味方する人間の少女なんて、それなんて美味しい未確認生物です。では早速リュリーティスさんも研究対象ということで。ロイド、あなたリュリーティスがスパイだっていうの。お嬢様落ち着いてください。あのお方からの伝言ではお二方のどちらかは偽物で。リュリーティスは、彼女は代々の聖女がそうしてきたように自分もこの世界を守るために。アーナス様。どうせそんなことだろうと思った。巷じゃついに最後の聖女が現れたなんて噂で持ちきりだもんな。裏若き乙女を犠牲にしてまで守るような世界かってんだよ、アホくさ。でもまあ世界を生かすためなら人一人の命なんて安い犠牲なんでしょうな。本人としても世界を救うためと言われたら納得しやすいでしょうしね。あんたら勝手なこと。ああ人事だもんな。でも黒の書については別な見方もできるんだぜ。例えば親友思いの誰かさんを危険な任務から遠ざけようとして小細工してるって線とかね。それは。お嬢様、あのお方に代わり新しい指令をお伝えします。しばらくエージェントの仕事は休みたい。断よろしいのですか。今回の指令はある妖魔と接触し妖魔サイドの情報をつかむことですが、どうやらその妖魔、夜の君の封じ方について心当たりがある口ぶりだったそうですよ。それってリュリーティスを助ける方法が他にあるかもしれないってこと。その妖魔はどこに。ルースワール歌劇場を指定されています。いってらっしゃいませ。罠だって可能性は考えないのかね。純粋なんだかバカなんだか、あの子はわけがわからんな。ええ、実に興味深いです。血が足りないみたいだ。ま、必要な血が足りないみたいだ。またこ。